いやー今日最終戦でしたけども、亜生さん今日たまたま会いましたね。そうなんですよ、びっくりしました。はい、楽天ロッテ戦、今日は、早い段階で、はい、もう10時段階かな、もう中止が決まっちゃって。そうですね、僕もね新幹線の中で中止が分かりました、はい、それでも来ちゃったんだ。もう止まらない新幹線通る、はい、でさっき見てたらなんか佐々木朗希とか通ってましたけどね、うんうんうん、最終戦がどうなるかちょっと楽しみですけど、明日ね先発するかもですね、はい、それないか、先発ないけど出てくるかもですね、はい、で状況整理しますと今、楽天が何位ですか。今ね4位なんです。4位、はい、でロッテに勝つとどうなるの。まあ、その今回の最終戦でロッテに勝つと逆転して3位、うん、3位になれる、はい、でロッテは逆に勝つと2位に浮上という、今日の夜やるソフトバンク、うん、オリックスソフトバンクの試合の結果によっては、うん、ソフトバンクが負けると、うん、明日ロッテが楽天に勝つと2位なんです、うん、2位なんですね。なんかどちらもなんか負けられない試合、面白いですね、面白いですね、この最終戦も連れ込んで、はい、はい、そんな状況ですけど、今から何するんですか。もう試合終わってますけど。そうですね、試合終わってるから試合中止になって今1時、うん、そうですね、なろうとしてますけど、まあ、あの公式が試合を中止しただけであって、うんうん、今日の試合は非公式ですもんね、あなたは私の試合は、まあ、こんな雨だったらやろうかなと思ってるので、はいはいはい、まあ、もうちょっとそこであの、うん、まあ、一人今井俊明ヒストリーをちょっとやっていこうかと思います。わかります、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと寒いですけども、はい、お気をつけて、あの試合完全試合お願いします。ありがとうございます。はい、キュンです。